にちは。まどてんのかんでーす。まどてんの沼田でーす。さあ、本日の YouTube なんですけれども、ヤリスクロスの試乗をしたいと思います。いやそれではレッツゴー。どんな時でも頼りになるって安心よね。365日近くにいてくれるのも嬉しいよね。買うならやっぱりネッツシザーナがいいよね。技術と真心で安心届ける。こんなの土日はネッツシズハマ。すごい静か。これ本当だ。サイドブレーキない。サイドブレーキね、ないのよ。え、パーキングに入れるとね、勝手にサイドがかかるようになってるの。え、すごいね。え、じゃあもうこれこのままドライブでいい。そうなの。あ、すごい解除。解除されてる。すごい。いいよ。はーい、いきまーす。やって。え、すごい。レッツゴー。レッツゴー。どう？視界は見やすい。あ、すごい見やすい。そう、あの高いの。高いね。そう。え、曲がるとき、そこの A ピラーどう？ A ピラー、 A ピラーってどれ？あ、 A ピラー、 A ピラー、 A ピラーの説明します。ちょっと止まって。はい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 止まって。はい、ここのこと、これ A ピラー。ここが邪魔になっちゃったりとかするじゃん。だから A ピラーの視界はどうかなって聞いたの。細いの。細いからこう曲がるときに邪魔にならないの。なるほど。すごいのこれ。なるほど、見やすい。見やすい。あ、そう。走り出しもすごい滑らか。あ、本当に、スムーズ。あれ、これハイブリッドだけどパワーある感じ。結構パワー走り出し、グオッていくんじゃなくて、もういっぱい置いちゃったけどいっぱい置いちゃった。スマホのこことここと両方置いちゃってるよペットボトルもペットボトルでそことここと、ここと、ここにも置いちゃって、すごいいけるね。このパスケースとガムも置けちゃって、ここのスペースありがたい。あ、なるほど。ディスプレイオーディオ、これはもうついてるんだよね。そう、このね、画面がね、もともとついてます。ナビをつけたいとか、CD つけたいとか、後付けでつけれるんだね。そうそうそう、ナビとか。これは後付けのナビがついてるんだね、これね。そう、このナビパッケージ、ナビパッケージ、パッケージがついてる。 A ピラーの視界見てよ。はい、どんな感じ。あ、もういい。あ、いい。邪魔にならない。あ、なるほど。きっと他の車より細いの。ちょっとコンパクトと思えない視界だね。広いね。広い。これならどこを出かけても飽きない。よそ見しちゃダメよ。あこれは右左は、これはじゃあ左に行きましょうか。はーい。レッツ静かな。助手席のお母さんもこれ送ってってもらいながらお化粧できるね。あ、ありがたいこれ大事。大事だね。今のこれもついてないの私は。あ、そう。あ、これいいね。あ、こっちもついて。運転しながら化粧しちゃダメよ。はーい気持ちのいい走りを楽しめますわね。気持ちいいだって。いいね。やってみる？このやっちゃうか、やっちゃうか。こうして、そうするとこの画面に出てくる。あ、ほんとだ。で、このここを押して、で、この開始ってところを押して、発進するにはブレーキを離してください。前進します。おお、嘘、マジ？
メーキを踏んでください。はい。シフターをリバースにしてください。します。いいなり、はい、発進するには交代します。え、自分でやってくれるの？そう、これ自分でやってくれるの。すごい。すごい、葵ちゃん、やばい。すごい。それ念術？はい、よっしゃれ。はい、どっこいしょ。はい。すごい、葵ちゃん。あ、すごい。上手。自分でやるより上手かも。どうでしたか？最高。もう最高の一言です。見た目よし、走りよし、中身よし。もう星5つで言ったらもう安定の星5つです。5つです。5つです。もうこれは私個人の感想なので、皆さんがこのヤリスクロスを実際に乗ってみてどう感じるかっていうのを私たちも知りたいですよね。なのでぜひ気になった方は小田店に足を運んでいただいて、ぜひヤリスクロス試乗してみてください。それではお待ちしてます。